司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。遺言書に書いた財産、例えば預貯金、 A 銀行の預貯金1000万とか、まあ別で言うと B 不動産、この土地 B 土地とかっていうのを、まあ例えば誰かにあげるとか誰かに相続させるって書いてあった場合に、その預貯金を全部解約して違う銀行に預けたとか、 B 不動産を売却してお金に換えたっていう場合にはどのようになると思われますか？その遺言書に書いた財産を生前に、まあそれって処分していることになりますよね。そうすると処分した、例えばそうですね、預貯金の解約だと、解約して移し替えた銀行の預貯金がそのまま元の預貯金と同じということになるのか、 B 不動産売却したら売却したお金が B 不動産と一緒ということで、 B 不動産をあげるって書いてた人に B 不動産を売却して得た現金をあげるということになるのかということになるんですけども、こう実際はというか、その現実的にはそのもうそれは預貯金を解約して違う銀行に預けるとか、不動産を売却することによってもう処分したことになって、結局遺言で書いた内容を撤回したことになります。ですので売却した現金をもう一回そのもともとあげる人にあげようと思うんだったら、そういうふうに内容を書いとかないとダメやし、もし書いてなければ遺言書を変更してその内容を書く必要があると思われます。まあ、詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。